ということで今回はですね、こちらブンスカマネキン戦ということで、アンダーテールに出てくる中ボスらしいですね。ブンスカマネキンのステータスとか見たら、ディフェンスが無限、物理攻撃無効とか書いてるぞ。中ボスなのに無限だったら倒せないんじゃないのって気がするけど、まあ、やっていきましょうか。多分複数人数でできると思うんで、やります。やりますか。1回目なんでこっちですね。まあいつもの流れだ。きた。これも多分原作とかを再現してるんだろうね。その原作やってない組だから全然わからないけど、多分こういうところがあるんだろうな。ゴミ捨て場かなんかなのかな。なにこれ。殴る。すっきりした。どういうことなの、どういうことなの。入るよ。はい。この俺に手を出すとは大した度胸。あ、殴ったせいでなんかマネキンに取り付いてる亡霊怒ったってこと。どうだ。うわ、来た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 。さあ1回目やっていきましょうか。うわ、あー、出た出た出た。ロケラン組じゃんこれ。大丈夫、死ぬなよ。やばいじゃんこれ。危ない危ない危ない。この脳なしがめっちゃ言われとるぞこれ。あ、痛い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 。体力これどんぐらいあんのこれ。700ぐらいあんのかな、800ぐらいあんのかな。体力は多めだけど今回回復はないんだね。うわ、出た出た。ダメージゾーンエリアだね。まあ、これがまあ全体から全体攻撃が来るのか、プラスロケランも来るみたいな。まあ、これもまあ避けれなくはないな。避けれなくはないぞ。ほら、これでも一発クリアできる説全然あるぞ。はいはい、避けて。これジャンプで避けれるのかな。危ない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 。あ、じゃあジャンプじゃこれ当たるぞ多分これ。はい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 。やばいな。でも回復ないけど、まあ一発食らうダメージ量もそんな多くはないから、まあ、なんとかなりそうだから、パターンさえ覚えてこのダメージゾーンエリアが避けれるようになれば、まあいけるんじゃない。貴様ら全員組だ。あ、来た来た、回復来た回復来たよ。みんなあげるよ。はい、オッケー。途中で回復ドロップするんだね。赤のやつ何、この赤のやつ何。これ入っちゃダメなエリアか。はい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 、避けて。え、これワンチャンマジで一発クリアありえんじゃないのこれ。ほらほらほら、一発クリアあるよこれ。全然いける全然いけるこれ。はいはいはい。やばいやばいやばい、なんか複雑になってきた複雑になってきた。あれ、ノットは、ノットはなんかあれ、やられたか、やられたじゃねえか。この俺にはこのナイフがある。 やばそうやばそう、なんかヤバタニエになってきた。あぶら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 。なだから前半部分は結構簡単めだから、そこでどれだけダメージ食らわずにあの後半持っていけるかだね。さあ人を増やしても、まあマップの広さ的にね、なんかね、そんな何人いてもあんま変わらなそう正直。さあ来るぞ。まあ、ロケラン部隊に関しては動き続ければ当たらないんで、ほら、だからこれは大丈夫。問題は次から多分ダメージゾーンプラスロケラン食らったじゃねえかよ。もう食らったじゃん。ドゥ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 。来た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 。さあこれどう避けるか。これ真ん中いた方が避けやすいのか。これ真ん中いた方が避けやすいね多分ね。多分次こっちでしょ。この右左のが来て、多分次こっちの正面の方から来るんだよ。これをだからうまくこの境界線にいれば、うわ逆、うわこれ両方来るのかこれ。やっぱ真ん中理想かこれで。多分これジャンプで避けれないんだよね多分。うまくこう避け、食らっちゃうな。痛い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 。はいはい。あ、やっぱ無理だ、ジャンプじゃ受けれねえわ。はい、痛い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 。なんかロケランこっち来んだけど。貴様ら全員クビだー。だってお前らはクビだー。クビだー。クビだーって。
やばい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 。だから動き続けないとダメだな。やっぱロケランがめんどくさいね。やべ、死ぬ死ぬ、助けて、死ぬ死ぬ死ぬ、いてちょっと頑張れ、頭悪悪、頭悪悪もやばいな、マジでやべえな。これロケランってさ、基本プレイヤーのところに飛んでくるじゃん。あれか、全員がバラバラに動いてさ、すれ違ったりしたらさ、ワンチャン自分が動いてる時にその流れ弾食らう可能性があるってことか。なるほど、 だから食らうってことね。なるほどなるほどなるほど。だからなんかうまくこうばらけてた方がいいってことか。同じ方向に動くか、もうバラバラの状態でスタートするかがいいんだ。なるほど、それも戦略か。まあでも基本なんかね、みんなほら一人でやると思うから、こんな大人数でやることあんまないと思うんだよね。だからまあ大人数での攻略方法みたいなのが、まあ、この動画で分かっていただければいいのかなという感じかな。これ動画班にだけ固まってもらってさ、俺だけ別のとこいれば俺だけ食らわねえよなそう、リリチオだけ生存ルート全然ありえるよね。リリチオ生存、来るな俺のとこ、俺のとこに来んな、俺のとこに来んないや俺独立するから、独立します。 OK? OK? おいいね、まあ、750ありますからね、まあ、多少のダメージは問題はない。はい、 OK? うまいうまい、俺うまいぞ俺。オーケー。あー、しょべける。やだやだ、パピッピッピッ。やばい、ロケラン、ロケランめんどくせえな。いや無理だぞ、ロケランとこのダメージゾーンでどっちも考えてやるのって結構難しいよ。ほらだからある程度場所を覚えとかなんていかんな。自分の固定位置を決めて、ほらこれくるくる戦法だから、基本ボス戦の基本くるくるだよ。その場くるくるが一番いいんだよ。よいしょ。やっぱジャンプでも避けれねえのか。ナイスナイスナイス。回復が少なすぎる、回復が少なすぎる。 OK でこの赤のところ避けの、トゥドゥン、 BGM いいね。あ、くらっちゃった、かっこいいよね。テンテンテン、このピアノの感じすごくいいですね。よし、オッケー。リアルにさ、フォートナイトのアンダーテールのボス戦やってからさ、めっちゃアンダーテールの曲聴くようになったんだよね。だから、ま、マジでいいよ、アンダーテールの曲マジでいいから、ぜひともあの原曲を聴いてほしいっていうのはある。めちゃめちゃいいよ。だから再現度がすごいのが分かるぞ。大人の人たちすげえなってのはよう分かるわ。マジで音風呂ですごいぞ。やべ、死ぬ。あー、くそ、ビデオ知った。くそ、もういい。あー、無理か。あ、結構さっきよりいってるんじゃない。あと5人か。なんで見えんのさ。いてー来た、ナイフ来たぞ、ナイフ。これ終盤戦だって、終盤戦。おい、クリアしろ、誰かクリアしろ、クリアしろ、クリア、もう誰でもいい。クリアしたら終われるぞ、みんな。クソ、もういい。どうだこれ、終わったか。あ、お、いける、お、終わった待ってこれ、おい、目の前にあったじゃん今、目の前にあったじゃん、おい、目の前にあったってなんで、なにこれ、ダメージ食らいながらクリアしてダメなの。なんか普通なんか途中で終わるんじゃないの。グハ、負けたみたいな。来た、ナイフ来た、ラスト、ラストスパートだこれ、いけるいけるいける、これ絶対、あ嘘でしょ。誰かいけるか。さあ、テルキング、8月14日生まれ、170残ってるからいけそうだけどね。お、取れるか、あれ、取っていいよ、来たー本家はこの後も続くんだろうね、おそらくね。さて、じゃあ今日はまあ、今日はもうこんなもんにしましょうか、テレキングね。よし、一応まあ僕がクリアしたってことで、まあ編集してると思うんで、一応これで OK かな。
なんや、なんや、もういいやろ、もうクリアしたからいいでしょ。まあ、多分視聴者クリアを求めてんだよ。もうクリアしたじゃん。もう動画班のクリアは俺のクリアだろ。で、俺のクリアは俺のクリアみたいなジャイアン理論でもう実質俺クリアしたって言っていいでしょ。はい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 。痛い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 。よし、オッケー。どっちだ次、こっちか。やーべえな、ロケランがだるい、ロケランがだるい。やべ、20しかねえ俺、もう無理だ、死ぬ。ロケランなかったらいけるんだろうけどな。まあなので皆さんやってみてください。コード貼ってますね。はい、よろしくお願いします。じゃあバイバイ、おつ。